そんな NS250R のご紹介です。はい、スクリーン非常に綺麗ですね。アッパーカールこちらにちょっと傷あります。はい、フェンダーに関しても綺麗です。タイヤも特に交換する必要はありません。ハンドル周りですね、特に変わった部品はありませんね。タンクに関しても綺麗な状態保ってますが、ところどころ傷はあります。サイドカールも非常に綺麗ですね。シートは破れ等はありません。ギア周りもこちらもタイヤはまだ水ありますので交換する必要はありません。チャンバーはノーマルのチャンバーです。お探しの方はお早めにご連絡ください。